バイクタクシー。バイクタクシーとは、バイクによって乗客を移動させる交通機関である。多くの場合、空港、ホテル、駅のロータリーなどの人の集まるエリアにおり、そこで運転手との交渉によって運送契約を結ぶ。また、流しのバイクタクシーを拾うこともできる。日本の旅行者からは売クなどとも呼ばれる。アジア圏で多く見られる。 主に東南アジア圏において一般的な交通機関であり、バイクの単でート部に乗客を乗せて移動する。タクシーメーターのようなものは存在せず、利用する際は目的地、運賃について運転手と直接交渉する必要がある。基本的に乗客は一人しか乗ることができず、荷物もバックパックや小さめのバッグのようなものでなくては乗ることができない。また、 ぼったくり的なドライバーや、強盗まがいのドライバーもいたりするため、地元住民でも敬遠するものも多く利用には注意が必要である。その反面、交渉次第ではあるものの、四輪タクシーを利用するよりも安くなる場合も多く、小回りも効くため、交通渋滞の激しい地域ではタクシーよりも早い。そもそも東南アジアには四輪のタクシーがいない場所も多数あり。 使い慣れれば、バックパッカーなどの一人旅などでは、便利な交通機関でもある。近年では、会社組織として設立し、スマートフォンアプリから予約できるシステムの構築や、運転手を雇用し、教育を受けさせることで、利便性と安全性を高める試みも行われている。バイク社会であるベトナムではセオム、抱きつく、車のい、または、元バイ、英語の、よりと呼ばれ、 親しまれている。ホーチミン市など大都市では、渋滞時に四輪タクシーよりも早く安く便利である。ため、利用者も多い。料金は、事前交渉が必要。観光客を相手にしている、日本語や英語が話せるセオムは、料金も高いのが通例で、降車時に揉めることが多く、ベトナム人の多くも見知らぬセオムは敬遠する。観光客相手に持ちかける相場は、 ベトナム人が支払うそれを大きく上回るが、日本人をはじめとする外国人には安く感じられるため、利用も多い。また、観光ガイドと称し、指示した行き先とは別の場所へ連れて行く、提携する店で商品を高く買わせリベートを受け取る、売春の仲介をするなどは、日常茶飯である。また、日本人を得意客としているセオムの運転手の多くは、過去に乗せた日本人客に、 感謝の言葉を書かせた手帳を持ち歩き、それを新客に見せることで安心感を誘い、勧誘する。この手帳には三は絶対安心です。ぼったくりはありません。三にはお世話になりおかげで楽しい思い出になりましたなどと書かれ、中には本人の名刺が添付されている場合もある。一年中持ち歩いているため手帳はすり切れ、セロテープで補強され、 営業の苦労の後が忍ばれる。また運転手の多くが一昔前の日本のお笑い芸人のギャグを知っており、特に志村県のアイントビートたけしのコマネチが人気がある。この芸を披露することで日本人に親近感を抱かせるのもよく使われる手法である。時には新しいギャグを教えてくれと懇願されることもある。しかしその多くは料金では 極端なぼったくりはなくとも、前日のように、料金以外の収入を期待している場合がほとんどで、ある。以上のような理由から、観光客には向いていない。こうした事情をよく知る旅慣れた者だけが渋滞知らずの、セオームを使いこなすことができるが、交通事故のリスクは負わねばならない。都市部では、渋滞に加え、ヘルメットなしの三人乗りや荷物の化石祭、 交通ルールを無視した強引な走行が状態化しており、事故リスクは高いにもかかわらず、ほとんどのセオムは保険に加入していないため、事故時の保証を受けられることは稀である。安山省や紀縁山省のようなカンボジアに近いエリアでは、セマイロイ、に、バイクの意と呼ばれる簡易に大付きのものが見られる。同様のもので自転車を動力とするものは、セダップロイ、に、 自転車の意と呼ばれる。台湾国都内は慢性的な交通渋滞状況にあり、通勤ラッシュ時間帯は自動車での移動が困難であるため、バイクタクシーは非常に有効な移動手段となる。バンコクの街はかつての運河を埋め立てた大通りから、ソイと呼ばれる工事が左右に伸びている。客の多くは大通りのバス停から自宅までといった比較的短距離だが、 通常のタクシーでは入りにく、工事で利用している場合が多い。そのため夕方ともなるとどこからともなく、バイクタクシーがバス停付近に群れ集まってくる。男性客は普通にタンデムライダーとして後ろにまたがるが、女性客はリアシートに横座りして乗ることが多い。カンボジアではバイクタクシーのことをモトドップという、プノンペン市内には発達した、 鉄道網はなく、競技の意味での路線バスもないことから、バイクタクシーは車やバイクを持たない庶民の重要な公共交通機関となっている。バイクタクシーの運転手は、市場、商業施設、ホテル、ゲストハウスといった人がよく集まるところや、住宅街の路上などで客待ちをしている。旅行者にとっては、交渉によって料金を事前に決めておくのが無難であるが、日常的に、 バイクタクシーを利用するプノンペン市民の間には、大まかな相場やよく利用する運転手との間で取り交わした定額料金が存在する。主に市内の近距離移動に利用されるが、交渉によって一定時間チャーターすることもできる。また、カンボジアにおける客車を牽引する形式の元をドップのことは、大の三輪タクシーと同様にトゥクトゥクと呼ばれることがある。 インドネシアでは、オジェック、アジェックと呼ばれるバイクタクシーが市民の足として利用されており、駅やバスターミナルなどの前で客引きを行っていた。このためオジェック向けに瓶に入れたガソリンを路上で小売りするガソリンの露店も存在する。経済発展に伴い車を所有する中流層が増え、低所得者でもバイクを購入できるようになったことから、 ジャカルタなどの都市部において渋滞が悪化し、2011年には車両の占有面積が道路の面積そのものを上回るという予測もあったが、都市部では公共交通機関の整備が遅れたままであり、渋滞をすり抜けるバイクタクシーは公共交通機関を保管する手段として使われている。従来のジェックは需要が発生する場所に集まっていたため、 競争が激化して仕事が入りにくくなり、勤務時間の70%が客待ち、他の場所では捕まらないなど非効率な状態であった。また、客単価を上げようと運賃を釣り上げることも日常茶飯事であり、観光客だけでなく使い慣れた地元民とのトラブルも発生していた。これに目をつけたが2010年に GoJet を設立し、スマートフォン用のアプリで呼べるシステムを構築した。 アプリを使うことで最も近い運転手が客の前まで来て行き先を指示すると画面上でルートと料金が表示され到着後にその料金を支払うというシステムであるこのため客は事前に料金を確認でき運転手は料金の20%を手数料として納め安全確保やマナーに注意する代わりに勤務中は会社の保険で守られるなど双方に メリットがあるためゴージェックに参加するオジェックが増加した。またオジェックの多くは英語が話せないが目的地までの移動と支払いだけなら画面を見せるだけで完結するため観光客でも手軽に利用できるようになった。ゴージェックでは契約オジェックを使って宅配や出前買い物代行を行うサービスも行っている。ゴージェックの成功を受けインドネシアでは オジェックを雇い入れて配車アプリで客の元へ向かわせる。会社が多数設立され、ウーバーなどの外資系企業も参入している。インドネシアでは、タクシー事業は認可制であり認可を受けた業者は、黄色いナンバープレートをつけている。高級ホテルの客などを相手にする比較的安全な四輪、タクシー以外にも、市民の足として三輪車、タクシー、ベジョッジ、 バジャイ、自転車タクシー、ビコック、ベチャ、アジェックセペダ、オジェックスペダ、日本製の軽自動車など、小型車を使った乗り合いタクシー、アント、アンコットなど、格安タクシーが存在しているが、オジェックは個人事業主として黙認されていた。ゴージェックの登場でオジェックを組織しながら、未認可の会社組織が多数登場したため、認可を受けた業者から不公平という声が上がり、運輸省により、 バイクタクシー事業を認めない法改正が行われることとなった。しかしゴージェックなど若者が立ち上げたベンチャー企業に理解を示す上位度により法改正は取り消しとなり公共交通機関の未整備を補う存在として黙認されることとなった。ヨーロッパ圏でも都市部の渋滞対策のために導入されている。なおヨーロッパで使われる車両は鈴木のバークマン650や ホンダゴールドウィング等のツアラー社が主流となっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。